いつかリンゴのような赤朽ちてく、誰も越えられない。ああもうダメダメ、一旦音止めて。どうしたんだいビル。エペル。あ、はい。うわ出たエペルしごき。ああもう毎日だとさすがにかわいそうになってくるわ。エペルはメインボーカルだし、それだけ期待をされてるってことだろうが。俺様、音止めてって言われるたびに尻尾が後ろ足の間に入っちまうようになってきてんだぞ。あんたバレエのレッスンで何を学んだの。固定観念を捨てなさいとは言ったけど、やけくそになれとは言ってない。歌詞の意味を理解しないまま歌わないで。これは誰かに媚びを売るための歌じゃないの。でもこれが僕のできる精一杯の愛らしさで。愛らしさとぶりっ子は別物よ。そんなことであのネージを仕留められると思ってるの。さあ初めからもう一度。俺は俺は可愛くなんかなりたくない。は？ポムフィオーレなんかに入りたくなかったし、ボーカル&ダンスチャンピオンシップになって出たくねえ。俺はこんなお遊戯するためじゃなく、強くなるためにナイトレイブンカレッジに来たんだ。俺がなりてえのなよっちい男でなくて、タゲでかくて、タゲ強くて、タゲたくましい男だ。呆れた。思い通りにならないからって癇癪を起こしていいのは3歳児までじゃなくって。あんたは愛らしいと強いが別物のように話すけど、その2つはどちらも等しくパワーよ。それがわからないようじゃ、いつまでたってもあんたは私に勝てない。うるさい。もういい、もうやめる。俺はこのチームを抜ける。あらそう、いいでしょう。じゃあいつものを始めましょうか。大丈夫だよ、これは喧嘩ではないから。どう見ても一触即発の空気ですが、まあ見ておいで。さあマジカルペンを取りなさいエペル。今日こそは絶対勝ってやる。ってやっぱ喧嘩じゃないですか。全力でかかってきなさい。心配するな、すべてうまくいく。あれが獲物かい。やるな、情けねえ面すんな。優雅さが足りないな。風を運べ。ただじゃ済ませない。そうだね、許可しよう。風を運べ。見せてあげよう。ただじゃ済ませない。退屈だね。どうせ戦うのなら美しく勝ちたいものだ。はい、今日も私の勝ち。今のあんたは可愛くも強くもない、毒を持たないただのリンゴちゃん。そんなことじゃいつまでたっても私に傷一つつけられないわよ。うわきつー。ポムフィオーレって実はサバナクローより体育会系なんだぞ。おいおいビル、エペルはまだ1年生だろ、少しは手加減してやれよ。お前に勝てるやつなんてこの学園でもそうそういないんだし。カリム、あんたは黙ってて。いいこと？エペル、初めて会った日にも言ったけど、自分の思うままに振る舞いたいなら強く美しくなりなさい。子供じみたダダをこねるのはやめてレッスンに戻るのよ。ちくちゃん。俺はエペル、放っておきなさい。これくらいでくじけるようならそんなメンバーはこっちからお断り。
その言い方はないんじゃないですか。あいつはあいつなりに歌も踊りも頑張ってました。なのに努力すれば報われるだなんて甘えないで。だいたい信者が2号、あんたは他人を心配してる余裕があるの？ダンスも歌も他のメンバーにかなり遅れをとってる。同じ時期にダンスを始めた信者が1号に比べても差は歴然。自分が足を引っ張ってる自覚ないとは言わせないわよ。それはチーム切ってのお荷物が一丁前な口を聞かないで。すいません。ああ怒られた。だから余計な首突っ込むのやめとけっていつも言ってるじゃん。お前バカだし要領良くないんだからさ。うるせえな。分かってんだよそんなことは。え、なんで急にキレてんの。要領がいいお前には分かんねえよ。はあ？なんだよあれ、意味分かんねえ。エース、おめえもうちょっと相手の気持ち考えた方がいいんだぞ。それグリムにだけは言われたくねえんだけど。つうか、なんでできてる方が足引っ張ってるやつに気を使わないといけないわけ。同じだけレッスンしてんだし、できない方が悪いじゃん。やれやれ、これじゃ練習にならないな。先輩方、少し休憩にしませんか。ジャミル君に賛成だ。ブレイクタイムにしようじゃないか。なあ、一休みして気持ち切り替えていこうぜ。はあ、仕方ないわね。ミラミラ、教えてちょうだい。はい、何を検索しますか。今この時最高に美しいのは誰。美しいメンション数第1位アカウントについてのウェブ検索結果はネージュ・デュバンシェです。努力すれば報われるのはおとぎ話の中だけよ。ビル？ビル？どうしたんだい？君らしくなくぼーっと立ち尽くして。可愛いキティに噛みつかれればさすがのロワ・ドゥ・ポワゾンも応えると見える。まさか、やめてくれる？ビル、ムシュ・ヒメリンゴにも分かるように見せてあげたらどうだい？君の美が持つパワーを。いいでしょう。完全に八つ当たりだ。優等生のやることじゃない、図星刺されて切れちまうなんて。ダッセーな俺。優しいマネージャー様がドリンクを持ってきてやったんだぞ。監督生グリム、悪い、飛び出したりしちまって。まったくなんだぞ。お前らが大会で優勝してくれねえとツナ缶富豪の夢がパーだ。だからエペルもおめえも早いとこ立ち直って練習に戻るんだぞ。ほんとグリムはブレないな、羨ましいくらいだ。そうかよデュース、なんでビルとエペルのいざこざに首突っ込んだんだ。めんどくせえことになるの俺様にだってわかるんだぞ。だよな、バカなことしたって僕も思う。でも中庭の井戸の前で出会った時からずっとエペルのことが引っかかってて、多分僕とあいつは似てるんだ。え？おめえとエペルが？顔も性格も全然違うんだぞ。うまく言えないんだが、変わりたいけど変われないっていうか、でも自分を変える方法がわからなくてジタバタしてるっていうか。くそ、エースの言う通りだ、僕は
バカで容量が悪いからうまく伝えられない。悔しいな。その悔しさは青春の甘い痛みさ、無臭スペード。どうしたどうした、元気出せよ。うわっ、びっくりした。ハント先輩、アジーム先輩、どうしてここに。そろそろダンスレッスンを再開するから様子を見に来たんだ。ボールルームには戻れそうかい。僕戻ってもいいんでしょうか。ね、当たり前だろ。シェンハイト先輩にも言われたけど、足を引っ張ってる自覚はあるんです。メンバーに選ばれたからには頑張ろうと思ってる。でもこのままじゃうぬぼれてはいけない。無臭スペード、君たちはまだ卵の中のひな鳥も同然、殻も破っていないうちから自分の限界を決めてしまうのはナンセンスだ。美しいさえずりも山脈を飛び越える羽も卵の中でうずくまっているだけでは手に入らないよ。ハント先輩大丈夫、私にはずっと聞こえているんだ。コツコツと固い殻を破ろうと奮闘する君たちのくちばしの音がね。知っているかい、卵の中にいるひな鳥は殻を破るためにくちばしの先端に固く尖った卵歯という角のようなものを持っているんだ。だがヒナが持つ鋭い卵歯は成長するにつれ失われてしまうつまり私が何を言いたいかというと、君たちにも今の君たちにしかない鋭い卵歯、パワーがきっとある。私はいや、きっとビルも楽しみに待っているんだよ。君たちが分厚い殻を破ってくれるのをね。今の僕にしかない強さって。ダメだ、いくら考えても少し足が速いことくらいしか思いつかない。頭も容量も良くない。僕のいいところなんて。なあデュース、お前そうやって頭でいろいろ考えちまうから良くないんじゃないか。え、自分がバカって分かってるのになんでわざわざ脳みそ使って答えを出そうとするんだよ。お前を見てると聞き手と逆の手で字を書いて俺はなんて字が下手なんだって叫んでるように見える。苦手って分かりきってることをしてダメな結果を自分に突きつけて落ち込んでるっていうか、そんなんじゃ自分のいいとこなんか見えてこないだろカリム君、君の瞳はいつも雨上がりの空気のように澄んでいるね。そのまっすぐさ、その無垢なる輝き、まさしくそれは君の強さだ、ロアドゥール。ん？俺今褒められてるか。サンキュー、ルーク。カリム君の言う通りさ。デュース君、君の強さはきっと頭を使うことではないんだ。確かに。デュースがうんうん考えたアイディアって大抵ろくな結果にならねえんだぞ。エースを投げつけて俺様を捕まえようとして10億モドルのシャンデリアぶっ壊すとか。頼む、その話はもうやめてくれ。俺もよく考えなしだとか脳天気すぎるとかジャミルに言われるけどさ、落ち込んでも食って寝て踊ればすぐになんとかなるさって忘れちまえる。それは俺のいいところだって自分で思う。だからさ、ダメに感じるところにもいいことはあるっていうか、うまく言えねえけど。そういうことか。ありがとうございます、アジーム先輩、ハント先輩。僕少しだけ見えた気がします。あ、そりゃよかった。あの、最後に一つ質問いいでしょうか。ウィ、私たちで答えられるなら何なりと。この学園であれを借りられるところを知りませんか。あれ